はいみなさんこんにちは国会もいよいよ大詰めになってまいりました様々な残る議案の成立をめぐって与野党の攻防が激しくなっておりますぜひとも会期内で残る議案を処理できるように結束をして対応してまいりたいと思いますまた地方議会も始まると思いますのでここでも さまざまな課題について積極的に公明党のこれまでの積み上げた蓄積をしっかりと表していただきたいとこのように思います先日、養護無償化に関する調査で私自身も都内の夜間保育24時間で運営している保育施設を見てまいりました。 ここは24時間で対応できるという認可保育園としては東京都唯一のものでありました、えー、非常に園の運営また働く保育士さんとやりがいと使命感を持って積極的に取り組んでいるとこういう姿勢が如実に伺えました定員の7割はサラリーマンであります 中には公務員もいます。国家公務員も利用者にはいるということであります。それはどういうことかといえば確実にそういうニーズがあるということでありますが問題はそれに対する保育の受け皿供給が極めて限られているというところを実感をいたしました。そういうい課題が随所に、 おそらく全国あるのではないかと推測いたします東京都内でこの認可保育園で夜間24時間で運営しているところはここ1カ所というお話でありました全国どうですかと聞いたら80程度しかありませんとしかも24時間フルタイムでそういう体制をとっている園はさらにその中でも限られますと こんなお話でありました。しかし、利用している人は7割がサラリーマンなんです。しかも公務員もいらっしゃるわけであります。これが東京のごく一部の地域だけのニーズかというと、私はそうではないのではないかと思います。そうしたことを考えたときに、こうした我々が取り組んでいるこの調査運動、もっと世の中の実態に迫って、 その上で、掛け声だけの少子化対策ではなくて、もっと具体的にそれを解決できるような施策をどう組み立てて、またそこにさまざまな政策資源を投入すべきかということを本気で議論していく時代になってきていると、このように思います。短平級の結論は なかなか出にくい課題もありますけれどもやっぱりさまざまな声をしっかり聞いてそしてどういう対応があるべきものか現実にどこから優先順をつけて対応していけるかまあこういうことをこの調査運動のプロセスの中でえ えぐり出していけ国いい皆さん、そんなことを実感いたしましたのでなお、この運動は11月末で一応、中間報告のまとめをいたしそして12月20日締め切りで全体の調査を行いたいで結果をまとめたいと思いますがそうした貴重な実態的な調査に基づいて今後の政策提案に結びついてつけていきたい。 思いま,すまた、現に突きつけられた課題で議会で発信できるところがあれば、それは国政、地方政治等問わず、積極的に取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひこの養蜂・無償化に関する我が党の取り組む調査運動、実りあるものに結びつけていきたいと、このように思いますすどうぞよろししくお願いいたします以上です。